骨盤骨折は骨盤が骨折した状態のことである。仙骨、股関節の骨、尾骨のいずれかの骨折が含まれる。症状は痛み、特に動かした時に生じる痛みである。合併症には内出血、膀胱の外傷、膣の外傷が挙げられる。一般的な原因は転倒、交通事故、歩行中に車に当たられた場合、直接の座礁が挙げられる。若い人が 骨盤骨折する原因は重度の損傷によることが多いが、高齢者の場合は重度の損傷が原因であることは少ない。骨盤骨折には安定型と不安定型の2種類に分けられる。不安定型の骨折はさらに全部後部の圧迫、横方向の圧迫、剪断力、これらが組み合わさったものに分類される。診断は疑われる症状と X 線や、 CT スキャンによる検査により確認される。患者の意識がはっきりしており、骨盤に痛みがない場合、医療画像は必要はない。緊急時の治療は、一般的に医療的外傷救命主義に従って行われる。この処置によりまずはじめに止血と体液の補充がされる。出血を制御するのに、骨盤バインダー、またはシーチングが用いられる。 その他に、血管増影即戦術や、腹腔う梱包などの処置が施される。安定化した後は、骨盤の外科的処置が必要な場合がある。骨盤骨折は、成人に生じる骨折の3%を占める。安定型骨折は、一般的に治りやすい。不安定型の骨折による死亡率は15%であり、さらに低血圧の人の場合は、死亡率が50%に上がる。 不安定型の骨折は他の障害と関連していることがよくある。ありがとうございます。